リンダロー、リンダロー、リンダロー。おっと、すまねえな。柄にもなくつい興奮しちまった。そうだ、リンダロー。試験で赤点とかいうのを取ったら、夏の休みが丸ごとなくなるってのは本当か？なんでも、補習とかいう儀式に連れて行かれて、毎日学校に閉じ込められるらしいじゃねえか。やっぱり本当なんだろう。せっかくこの休みを、シアと海行ったり、シアと山に行ったり、シアと高原行ったり、シアとキャンプ行ったりして家族の団らんを図ろうと思っていたのに。このままじゃ家族の危機だ。かくなる上は今から親族最強特殊部隊を召喚して学園ごと全世界から消滅。もう血相変えてリンクの家に向かって行ったっていうから、もしやと思って来てみれば。いやな、だから椅子はやめねえか。これくらいじゃないと効果ないんだもん。リン君、大丈夫ですか？いや、すまねえな、リンドロ。ついたぎっちまった。だがな、シア。これは間違いなく俺らへの挑戦だぞ。俺ら家族をバラバラにしようなんざ不定連中、生かしておいてもゴミにもならねえだろう。その辺かなり緩くて、赤点は3つまでなら許してもらえるんだから。3つだったら多分ギリギリなんとかなるから。英語と歴史系はどうしてもダメだったり。そんなに苦しい思いをしてまで正面から戦いを挑もうた。さすがは俺の娘じゃねえか。涙が止まってくれねえぜ。リンダロ、俺はシアのために何をしてやったらいい。祈るだけで解決すんなら神様なんかいらんだろうが。
大丈夫、こっちのことはこっちで何とかしますから、お父さんは早く帰って。しかしだな。帰りましょう。わかりました。リン君ごめんなさい、いつもながらお父さんがご迷惑をおかけしました。作ってきましたけど、いかがですか？わけじゃないですけど、明日の英語と物理はどちらも得意科目ですから、ちょっぴり余裕があるんです。だったらリン君のお手伝いをした方が私にとっては有意義ですから。
ごめんなさい。どうしても何も飲み物を買いに行ってきただけよ。いいの、僕は人間なんだから魔法なんて覚えなくても。カレハ、先に行ってるからね。本当に魔法がお嫌いですから。魔法学の時間なんていつもお昼寝されてるんでしょ。そこが朝ちゃんのすごいところですわ。あれほど嫌ってらっしゃいますのに、寸前で赤い点数は回避しているんです。
ればかりはさすがに人族の皆さんには申し訳ありません。大丈夫ですか？
あと家庭科も。とりあえず試験も明日でおしまいですから、リン様もあと1日無理をせず頑張ってくださいね。おめでとうございます。でしたら夏休みは皆さんでどこか遊びに行きたいですね。そうですね。大丈夫ですよね。楓、明日の山を教えて。ニカも赤いの確定しちゃった。はい。よし、全員筆記用具を置いて解答用紙を前へと送れ。リン様、いかがでした？すみません。やっぱりいくつか厳しいものもありました。90点台に行けそうにもないのが2教科ほど。でもせっかくの夏休みですし、できれば他の皆さんとも一緒に遊べたらいいですよね。
者ですよ。はい、そろそろ起きないと遅刻しちゃいます。はい、まずいですから起きちゃって。リンク、あの、どうかしましたか？顔赤いですけど、それに呼吸もなんだか早いみたいで。できました。ノーベル賞がもらえるくらいの難病なんです。実際に風邪を甘く見て死んだ人だって大勢いるんですよ。もしリン君が死んじゃったりしたら、私
リン、苦しい。私が見てる。リムちゃん？私がリンのこと看病してる。それじゃあリムちゃん、お願いしますね。リン君がちゃんと寝てるように見張っていてください。大丈夫。リン、苦しい。リン、欲しいものある？私ずっといる。白玉黒玉も一緒。
病気は辛いから、だからダメ。すごい。震えてる。寒いのはダメ。寒いなら私が一緒に眠る。平気。前に一緒に眠った時とってもあったかかった。リンもきっと暖かくなる。ダメ、楓が言ってた。病人は黙って面倒を見られる義務があるって。だからこれも凛の義務。面倒を見られて早く治す。凛、早く治す。もういなくなるの、いや、お願いだから、早く元気に。凛が寝てる間、朝まで一緒に眠る。
病気は治りかけが大事だって楓も言ってた。だから看病する。楓も後で来るから。凛、安心して早く治す。おお、リン殿じゃねえか。